原子力発電所の稼働の賛否を問う住民投票条例の制定を求めて市民グループが今日都に直接請求しました。およそ32万人分の署名を届けるため都庁には大勢の人が集まっています。去年12月から都内で集められた署名数は条例制定の請求に必要な数を上回る32万3076筆でした。この署名により明らかにされた民意の行く末を納得のいく答えが権限されることを願い参列者一同見守っております。知事は明日から20日以内に賛否などの意見をつけて条例案を6月から始まる議会にかけます。命に関わる原発のことを私たち市民が考えるような世の中、そして自分たちで責任を持って投票によって決められる世の中を子どもたちに受け継いでいきたいと思っております。都として住民投票に絡む条例案の請求は初めてで、条例制定の直接請求は23年ぶりです。議会での対応について民主党の幹部は、条例案には様々な課題があるので整理して真摯に検討していきたいとし、自民党の幹部は今後報告を受けてから総会で意見をまとめていきたいとコメントしています。知事は去年12月の知事会見で、開かれた社会だから人々が原発についてそれぞれの意見を述べてそれをまとめるのは結構だと発言しています。ただ一方で、原発が仮に稼働しない場合、自分たちの生活がどう保たれるか、その設計図も国民が考えるべきとも付け加えています。